皆さんこんにちは、豆です。今回は iPhone の小技シリーズ第2弾、一つの動画にするほどでもないけれど便利な iPhone の小技を3つご紹介します。どれも簡単に使うことができますので、ぜひ試していただければと思います。それでは早速いきましょう。1つ目、 QR コード読み取り機能。iPhone にようやく純正の QR コード読み取り機能が搭載されました。今まではカメラアプリでこのようにアクセスすることができたのですが、夜などの暗い場所ではどうしても読み取ることができませんでした。そんな時は設定アプリを開いてコントロールセンター、こちらコードスキャナーを追加しましょう。こうすることでコントロールセンターからこちらコードスキャナーを起動することができます。するとこのように自動でアクセスしてくれます。またライトを点灯させることもできますので、薄暗い場所でも大丈夫ですね。2つ目は Siri の新機能。なんと iOS14 から動物の鳴き声を教えてくれるようになりました。早速試してみましょう。シマウマの鳴き声を教えて。シマウマはこのような音です。他にもいろいろな動物の鳴き声を教えてくれるので、ぜひ試してみてください。3つ目、電話番号修正機能。電話アプリを開いて番号を入力しましょう。試しに 0120-123-456 を間違えて入力してみます。このように間違ってしまった場合は間違ったところまで全部消して入力し直しますが、このように入力した番号を長押しすればカーソルが現れて修正したい部分のみを修正することができます。これ意外と便利なのでぜひ使ってみてください。以上、今回は iPhone の小技を3つご紹介しました。それではまたお会いしましょう。